リバオがボールを送る。ビクトルが前に出てきましたが、ここは触れず、そのまま枠を狙ってきた。かき出したビクトル。押したりが戻して後ろから藤田、藤田のクロス、清武先制。徳島清武2試合連続ゴール。新戦力躍動、土壇場でリードをつかみました。この藤田のボールも素晴らしかったですけど、あれ清武ですよね、ミートはしませんでしたけどね、まあ、ゴールをそのままダイレクトで狙うという意識がね、うまく叩きつけましたよね。ビクトルの手のわずかに上を越えて、この喜びようです。